ユニフォームの背番号などのマーキングをですね、剥がすのをずっと研究してるんですけど、今回は北海道にあるスタンスという会社が作っているこのリムーバーを購入して使ってみました。2種類セットで 4,5,000 円ぐらいだったかなと思います。で、背番号の種類によって、このノーマルと SP とを使い分けて除去がしやすいですよっていうことでした。熱接着のプリントをね、こうそのまんまベリッと剥がせるっていうことで、購入をしたんですけど、結論ちょっと背番号サッカーの古いユニフォームには効果が果たしてあるのか、ちょっと難しい判断、難しいかもしれないなと思います。今回一番綺麗にできたのがこれですね。フロンタールの古いやつで、この背中の部分にエフサスの文字が入ってます。これをもともと白いベタベタのやつをですね、この別の動画で、見ていただけると、重曹で一回綺麗にしたんですが、どうしても糊が残っちゃうんですね。その糊を今回このリムーバーで剥がしてみました。割ともうこの糊の形だけで、文字が読めるぐらい残ってたのを、もうひたすらこのリムーバーをつけて、擦るっていうのを何度も繰り返した結果、一応ここまで綺麗になりました。映像だとパッと見、すごい綺麗になってると思うかもしれないんですけど、これ実際に近くで見るとですね、やっぱりどうしてもこの生地の折り目の中に糊がある程度入り込んでしまってて、この近さで見ると分かりやすいですかね。この白いポツポツ残ってるのはもうその生地の檻の中に残ってしまっている糊で、これを除去しようと思うとですね、ちょっと厳しいですね。まあなんかあの高圧洗浄機とかこういう風にこうかけたら取れるのかもしれないんですけど、ちょっと手作業ではこれが限界。ただまあパッと見かなり綺麗になったかなと思います。で、袖のスポンサーの方ですね、こっちは、なんかあんまりうまく取れなくって、でかつですね、ここちょっと染みちゃったんですよね。少しは分かりづらいんですけど、ここ、こっちの黒い生地の多分インクというか染料がこっちににじみ出ちゃったと思うんですよ、このリムーバーのせいで。なのでちょっとそういうのは気をつけた方が良さそうですね。裏から見るとちょっと分かりやすいかな。ここ染みてますね。こっちもですね、しっかり擦り続けていけば取れるとは思いますが、ちょっともう疲れちゃってめんどくさいのでやめました。生地もね結構傷みやすいし、要注意かなと思います。あとは、にじむこともあるっていう風に分かったので、それも要注意ですね。ただ、これ以外はですね、ほとんど効果があんまりなくて、まずこれがうまくいかなかった紹介ですね。ユーゴスラビアのやつなんですけど、これも背番号がボロボロに残ってたのを重曹で一回綺麗にしてます。51番っていう番号が残ってるんですけど、これも糊がね残っちゃってるんですよ。どうしてもこれは、ここに、つけました。ほとんど変化がないとように見、まあ、若干薄くなったかな程度ですけど、落ちたとは言えないですね。あとこの辺もやったんですけど、まあほとんど意味はな、まあ、ほんのちょっと薄くなってる気がしますけど、あんまり変わってないですね。で、これも意味がなかったんですが、韓国日韓大ワールドカップの時のやつですね。これも背番号がついてました。これ19番アンジョンフォン選手、これも白いでベタベタを確か重曹か除光液かなんかで全部取ったんですけど、やっぱりこれもね、糊のシートがこのテカテカしてる分残っちゃってて、これもこういうのも剥がせるはずだと思ったんですけど、裏に塗ってみました。なんかね、まずシミになっちゃいましたね。まあ、これ水洗いすれば落ちるのかな。シミになった上に、特に剥がれないですね。これに、これは。こうベリベリって剥がれるかなと思うんですけど、全く変化がなくて、まあ、若干こう、爪でガリガリ擦ったら、少し割れる感じはあったんですけど、これも多分全然綺麗に剥がれないし、生地が傷むので、
これももうちょっとここ擦っただけであダメそうだなと思っていう風に、やめました。背中側がねもっと大きいんで、これを綺麗にできればよかったんですけど、これも全く剥がれる気配がないので、ちょっと効果なしで、これは試しにやってみたアスレタのトレーニングパンツ、これはもう普通に劣化、使いすぎて劣化でここのロゴの部分がですね、結構劣化してたんですけど、こういうのも綺麗に剥がれるのかなと思ってやってみたんですが、まずね白はねにじみますね。これ結構汚い完全に綺麗にすることはやっぱできなかったです。ちょっとカメラだと見づらいかもしれないんですけど、アスレタの文字があった部分は若干黄色っぽくやっぱりノリが残っていて、でこの黒いのはですね塗料の方が、こうちょっと擦った時に滲んじゃった部分ですね。こういうのはハイターをかけたら少しは綺麗になるのかもしれないですけど、白いユニフォームとかシャツのプリントを除去するのは難しそうですね。完全に綺麗に除去するのは難しそうです。という感じで今4枚ほどをいろいろ試してみたんですけど、まあ、一応効果があったのはこのフロンタルのタイプの糊がこうカスの粉っぽい状態で残っちゃってるパターンの場合は、多少効果があるかなと。多少というか、まあ、効果はありますよね。これに関しては結構綺麗になったなと思いますが、まあ、やっぱ大変でしためんどくさいし、あとは完全に綺麗になるわけではないので、ちょっとそこが少し期待外れだったんですけど、除光液とか重曹ではですねこればっかりは綺麗にできなかったので、まあ、効果があるんだと思います。で過去にシール剥がしとかを使ってみたこともあるんですけど、それでもこういうのり残ったのりは取れなかったので、まあ、それらよりは除去ができるということで、まあ、リムーバーシリーズ、まあ、使えるときは使える、でも全部に使えるわけじゃないというところで、ちょっと微妙なところですが、まあ、残ったのりが取れるので、まあ、重曹とこれを使えばめんどくさいけどある程度綺麗にはできる。でも完全に除去することは、まあ、やっぱりそもそもね除去する想定じゃないんで、難しいという結論になりました。次はですね、ラバープリントかなんかを剥がすなんかスプレーみたいなのを今ネットで見つけたので、次はちょっとこれを試してみようかなと思います。なかなかいい方法を見つけられず参考になってるのか分かりませんが、結構このユニフォームの塗装剥がす系、剥がすっていう動画は私の YouTube の中だと再生されてる方なので、ちょっとまあ引き続き研究を続けてみようと思います。参考になれば幸いです。もし自分でやるのがめんどくさいっていう人は、ちょっとメッセージとかコメントとかいただければ、お金はいただきますが、ちょっと私の方でやってみる、せっかくねこれ、買ったんで、これね一着やるのにこれを買おうと思うのはやっぱ大変だと思うんで、高いしね、まあ、ちょっと興味はあるんだけどっていう方がいれば、これをお金いただいて少量だけ売ったりとか、私の方で一回ちょっと試してみたりとかしますんで、興味があれば連絡をください。参考になれば幸いです。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録高評価いただけると嬉しいです。ありがとうございます。